シャバ最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並、もう一杯。あ、はい、かしこまりました。並長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。これもやっとけ、新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、お前元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうが。
なあ、荒川組だ。荒川組荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元東条会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言ったチンケな組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんなちんけな組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け、やれるもんならやってみろよ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親父さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。おやじさんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う、お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸、出所した日の晩は
あの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやさん、すみませんでした。俺、おやさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずに、バカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして、まあ年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな、わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ、でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんでな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくぜ。はあ？意味がわかんねえ。勝手にしろよ。